令和4年5月下旬、ニコ生ガジェット通信の番組旅部にゲスト出演した佐野は、心地よい疲労感と充実感に満ち溢れていた。参議院選挙を控え、佐野いじりを極力避けた横山みどりであったが、佐野は社交辞令がわからなかった。うぅ、上下二顔面で攻めてくる無可とつく。久々になんかやりきった感があったな今日は。緊張気味にニコ生旅部にゲスト出演した佐野。わからない人にはわからない、知ってる人に知ってる。キャメラを向けられうつろげだった佐野。ちょっと水だけ汲んでくるわ、よいしょ。お水を汲んでくるのでよ。言動が高齢化しだした。ガサガサズボンな佐野。ただいま。いやー、しかし今日は陽気が良かったよ。陽気に誘われライターぶら下げファッションにチャレンジした佐野。昨日は神回でしたね。読めるコメントがない配信嵐の佐野。いや、俺はやれることを、あ、自分が呼ばれていったなら自分ができることをするべきだなと思うし、できねえんだったら行くべきじゃねえし。難しく語るも現実は厳しかった佐野。うん、コラボってそういうもんじゃん。ウィンウィンの関係になんねえとダメだから。ニコ生の洗礼を受ける一人負けの佐野。見てた旅部。この状況を照れる佐野。久しぶりだったよニコ生。ニコ生コメントシャワー。ニコ生の神が乱射するコメントシャワー。万人見てるところでゲストに出たのって俺グラブだろうな。視聴者は佐野のよちよち歩きにただならぬ衝撃を覚えた。ゲストっていうのはお願いされていくもんだから。たまたま白羽の矢が立ったことはさておき、横山みどりは佐野の手の震えや老化具合ガチで驚いていた。大阪に旅しに来てて、大阪来たら何なんだろうってみどりが思ったんだろう。佐野は自らを大阪を代表する人気配信者と認識していた。連絡来て、これでいいのかよ。佐野は気を使わせる配信者になり下がっていた。もう迷惑かかんねえかって言ったら大丈夫、分かった、じゃあお前らどうせボキル持って。佐野はボーキルに対抗し、ヒットン縛りの放熱ファンを持参していた。まあ、しても大丈夫なところをセットするから。そこはうるせえこと言わない店だから。ああ、そこは、この店はいつも、俺のことはもううなちゃんうなちゃんという店だから。佐野は、南警察署や居酒屋など、地域の皆に愛される、うなちゃんだった。なんかな、昔のニコ生をちょっと味わわせてもらって、俺でよかったかなはまだちょっと疑問だけど。謙遜する佐野であったが、基本ろくなコメントは上がっていなかった。もうこんなジジイがやれることなんてたかが知れてっかんな。うん、よかった。コメントを把握する余裕がなかったエビ茶色な佐野。まだ焼き回ってなかった味見ちゃんまんはまだニコ生で画面に出てそこそこさばけてた。
コメントに裁かれていた灰皿版の佐野。まあ俺は緊張はしねえからな、どこ行っても。どうしても俺を組長に認定したいやつもいるんだろうけど、まあ俺はむしろずうずうしい男だから。ダミオルにも言われるけどな、今さまさニコナマ帰ってきてくださいよとか言うけど、今さらだろって、俺は捨てた人間だよってニコナマを。ゲストに呼ばれた配信でさえ荒れるコメントに、今の佐野は耐えうるメンタルを持ち合わせていなかった。ねえ、緑にお願いされたら一応確認取って、俺出ていいのかよ、大阪といえばおなちゃんまんでしょって言われたら、他もいっぱいいるだろうよって。一人大阪を仕切るどんがりコーン佐野言ったんだけどね。股を開き自分を大きく見せる偉大な佐野。しゃねえな。手を鳥の足に見立て出す統計な佐野。前半戦第、まあいわゆるうなちゃんマンコラボ横山みどり第1部は完全に自分の番組と錯覚する泰山の佐野。後でみどりに迷惑かかってなかったかは一応送っとこうかなと思うけどな。映ると荒れる絡みづらい佐野。立ち飲み屋のとこもだ、あれはあそこの店俺セッティングしたんだよ。だ俺は前乗りして話つけて、前日から店頭に立ち続けていた前乗りな佐野。だってあそこの店でも俺うなちゃんって言われてるから、佐野なんていう名前知らねえんだから、あそこの店の人間は。ここでいいから暴れ出す佐野フェイス。それはさ、その店時折制御不能になるフェイスの気候をつく佐野。やっぱり緑的には大阪といえばうなちゃんだろって言うけど、そうじゃねえよって。今日の開演佐野新喜劇うなちゃんマン第1部第2部門主役は俺佐野新喜劇。ちょっと佐野っていうかうなっぽかったの。佐野はいじられゲイ手厚いフォローを要求した。誰とは言わねえけどなあ金前。佐野はかつてネットで恋した女性と初の対面を果たすも、そう金前一味に奪われたトラウマ事案があった。でもさすがにこの場だな、コメント者はすごいな。佐野は2年ぶりに復帰する七原の配信待機所として七原コメントを一心に浴びていた。うん、だからうながいるのといないので2年後がいいよって言われたくはないなと思ったな。辛辣なコメントを佐野は知らなかった。あくまでもお邪魔呼ばれてなんぼだよ、配信者お声がかからなくなったら終わり。終わりかけた佐野は横山みどりの恩情により九死に一生を得た。まあでもまだここで飲むってるの昔の俺のリスナーもいるかもしんねえけど、まあまだ舞台始まってねえんだなって思ってくれるか。いや次回緑に合わせるユータヤン、うち邪魔もんなん、ご期待ください。まあどっかに呼ばれた時はやっぱりちゃんまんだなとは言われたいよね。